琵琶湖にとどまって稲田のタイトルでメッセージを伝えます。ルカの福音書24章44節から53節までです。はじめに日本語でお読みいたします。さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私について、モーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは、必ず全部成就するということでした。そこでイエスは、聖書を悟らせるために、彼らの心を開いて、こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ、私は、私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は、いと高きところから力を着せられるまでは、都にとどまっていなさい。それから、イエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして、祝福しながら彼らから離れて行かれた。彼らは、非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。アーメン。イエス께서그들에게말씀하셨다。내가전에너희와함께있을때에너희에게말하기를모세율법과예언서와시편에나를두고기록한 모든 일이 반드시 이루어져야 한다고 하였다。 그때 예수께서는 성경을 깨닫게 하시려고 그들의 마음을 열어주시고 그들에게 말씀하셨다。 이렇게 기록되어 있다。 곧 그리스도는 고난을 겪으시고 사흘째 되는 날에 죽은 사람들 가운데서 살아나실 것이며 그 이름으로 제사함을 받게 하는 회개가 모든 민족에게 전파될 것이다 하였다. 예루살렘에서부터 시작하여 너희는 이 일의 증인이다. 보아라, 나는 내 아버지께서 약속하신 것을 너에게 보낸다. 그러므로 너희는 위로부터 오는 능력을 입을 때까지 이 성에 머물러 있어라. 그리고 예수께서는 그들을 밖으로 베다니까지 데리고 와서 손을 들어 그들을 축복하셨다. 예수께서는 그들을 축복하시는 가운데 그들에게서 떠나 하늘로 올라가셨다. 그들은 예수께 경배하고 크게 기뻐하면서 예루살렘으로 돌아와서 하나님을 찬양하면서 날마다 성전에서 지냈다. 아멘. 아멘. 세계中の皆様、愛しています。온 세상 여러분 사랑합니다. いいですね。お花も咲いて、イースターは楽しく過ごせましたでしょうか。ね、私たちは、このように、教会堂がないんですけれども、庭付きの教会でもあればですね、ゆで卵を隠してですね、日曜学校の子供たちと、卵探しっていうのをやってたんですけれども、それができたのになぁと想像しております。だんだん一般教会の昔の姿から離れている私たちなんですけれども、かえって、誰よりも先を進んでいるのかもしれません。詩編2章12節にですね、御子に口づけせよとあるくらい、イエス様とイエス様の御言葉を愛している教会に、間違いがございません。先週のね、ユーチューブ先生の説教箇所、説教に感想を言うのは好きではないんですけれども、本当に怖かったですね。先生の説教が怖いのではなくて、その説教箇所ですね。もう、イースターも何も無視してですね、週末の審判でございました。本当にね、お祭りの日なのにね、寿命が縮まりますよ。ぜひ皆さんもですね、聖書は極力、時々を構わずですね、声を出して読んでいただきたいと思います。だね。御言葉は生きた霊です。ですから、魂に突き刺さらなければ消化はできません。だね。ね、消化できなければ信仰の成長はないからです。私たちはイースターできっと成長したと思います。賛美も聞くものではなく歌うものです。
三味は栄養で言えばビタミンです。ね。ビタミンがなければ健康な進行に行動が伴われません。今日438番、私はちょっと見つけられなかったんですけれども、ちゃんとしっかり、柳先生がですね、アップしてくださって、チョイスがもう本当に霊的一致が素晴らしいですね、私たちは。ね、本当に、賛美の中に主が住まわれているからであります。あれ。その、先生が話したマタイの福音書25章の本当に怖かったというところですけれども、そこはですね、週末に私たちが、ね、もう笑ってる場合じゃありません。羊とヤギに分けられるところですけれども、これが信仰生活のことであります。信仰人生の生き方は永遠の刑罰と永遠の命に分けられるんですから、恐れるしかありません。もうヘラヘラできる話ではないんです。信仰生活の始めも高根も主を恐れることに尽きます。聖書の言葉を持った全能の創造主への畏怖の信仰、これがクリスチャンの本当の姿です。詩編2章11節、2編ですね。2編11節には、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べとあります。두려운 마음으로 주를 섬기고 떨리는 마음으로 주님을 찬양하여라. 아멘. 神を恐れてほしいと思います。日本はですね、4月が年度始めなんですね。それで、まあ、今週4月が始まったわけですけれども、多くの人々が入学や入社を経験します。環境が新しくなるんですね。それで私も2年ほど通った有償ボランティアの現場から、まあ、足のチリを払ってですね、移動をしました。もちろんそこで救われた方もいたんです。ですから安心して次へ移ろうということで。でもまあ慣れるまではどこもいろいろ大変です。ね。そんな週中に台湾で大地震がありましたよね。その余波で、水曜日でしたけれども、沖縄県に津波警報が出たので、もう改めてですね、私たち日本人は地球村、東アジア地区に生きているということを皆が実感しました。日本は太平洋戦争で台湾をも植民地化したわけですけれども、クリスチャンのですね、奥様がとても良いクリスチャンだったんですけれども、クリスチャンの蒋介石氏が、本当に政策が良かったこともありまして、日本との関係が、現在も割と良いです。蒋介石先生は敗戦した日本をイエス様が敵を許したように我々も許そうと東アジア諸国に声をかけてくださった方です。コロサイ3章13節ですよね。台湾の台北という都市に行くと記念館があるので、クリスチャンの方々は台湾に行ったらぜひ見てきて、蒋介石先生の歴史に触れていただきたいと思います。沖縄の津波の被害はあまりなかったようですね。よく早めに、皆さん避難をされて、でも台湾の被害はですね、ニュースをご覧になってご存知だと思うんですけれども、とても甚大でした。中国との、まあ、有事に備えている国なので、高校生まで軍事訓練を始めていますから、災害時の行動もですね、本当に日本より迅速に感じました。それにですね、中国からの援助を断っているわけですね。はい、今は、まあ、有事なのでですね、断っているんですよ。でも、そこにですね、日本にはお願いしますと言っているんですよ。それで日本の災害援助金がですね、もうとっても少なくてね、私は日本人としてすっごく恥ずかしくなりました。ね、台湾も日本も、お互いに地震の多い島国です。
ね、2011年もまた新潟も、そして、この間の石川県もとっても助けていただきました。その助けられた恩返しだというのにですよ、皆さん。ね、皆さんも思ってらっしゃると思うんですけど、1億5100万円、100万ドルなんです。というのには本当に呆れてものが言えません。ね。はい。円安ですからね。円に換算すると安いこと、安いこと。はい。まあ、世界第3位の経済大国と言われている日本なんですよ。でも実際はですね、まあ、私たち庶民はですね、2ヶ月に一度の年金生活でもうカツカツに生きていますから、実際は貧乏大国だったのかもしれません。ビルがあんなに倒壊しているのに、日本でタワーマンション一部屋分しか外国の災害を助けないっていうのは、あまりにも愛がありません。その台湾地震のその日はね、いろんなことがありまして、九州、私たちの住んでいる九州は、もう雷雨がすごくひどかったんですね。嵐のような日でした。それで、宮崎県の方で、近くの県なんですけれども、サッカーの試合をしていた高校生たちに、その雷が、落ちました。奥が、病院に運ばれたんですけれども、まだ一人が現在も意識不明です。ね、ぜひ癒されて復帰していただきたいと思っています。地震、津波、落雷、そして自然災害も事故も自分に降りかかるときは、私たち人間にはその時を把握することができません。1秒でも1メートルでもずれていたらという話はよく聞くところです。自然災害も人的事故も広島も長崎も全ては偶然ではありません。なぜなら創造主なる神様の目に大切な人間の命に関わることだからです。私たち現代人は、まあ、映画とかドラマとかゲームの中で主人公以外のその他大勢がもうね、脇役の、まあ、アニメーションも、ね、人形もあるんですけれども、実際の人間も CG ですね、それで死んでいくことのなんと多いことでしょうか。その影響で人の死に麻痺してしまってはいないでしょうか。現実の戦争も確かに長引いていて、ロシア兵何万人とか、被災地で、ね、何人、何百人とか、まあ、数えられることに慣れていたとしたら、それは恐ろしいことです。自分の大切な人がたった一人でも亡くなったら、一生自分のメンタルに影響するではありませんか。イエス様は一人一人の命が神様に握られていることをこのように言いました。マタイの10章28から30節です。お読みします。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかし、そんなスズメの1羽でも、あなた方の父のお許しなしには、地に落ちることはありません。また、あなた方の頭の毛さえも、皆数えられています。그리고 몸은 죽일지라도 영혼은 죽이지 못하는 일을 두려워하지 말고 영혼도 몸도 둘다 지옥에 던져서 멸망시킬 수 있는 분을 두려워해라. 참새 두 마리가 한 양에 팔리지 않느냐. 그러나 그 가운데서 하나라도 너희 아버지께서 허락하지 않으시면 땅에 떨어지지 않을 것이다. 아버지께서는 너희의 머리카락까지도 다 세워놓고 계신다. 아멘.
アーメンです。恐ろしいくらいのマタイの福音書10章28から30節です。一人の人の髪の毛まで数えられる方が、その人間の死後の行き先まで関わってくださいます。今年のレント受難節にですね、動画にコメントが一つ入ってきました。まあ、仏教徒からの嫌がらせと取ったらいいのかもわかりませんが、何もわからずに言ってらっしゃるその方はこう言いました。ブッダは善行を積んで徳があったから成仏なさいましたと。イエスは裏切られてあんな殺され方をしたんだというものでしたね。一般の人間の目には、人がどう生きて、どんな死に方をしたかしか目に入らないんです。もちろん聖霊によって生まれた聖なるキリスト教信者は、聖書もよく読んで、理解して、教会に行っていて、まあ週に1回でも牧師先生のメッセージを聞いているでしょうから、もちろんこのコメントを笑い飛ばしてしまうことができると思います。この言葉にクリスチャンで納得するようでは困ります。ね、カオリ牧師に送ってくる本当に勇気ある彼はどんな人でしょうか。そういう人は大抵本名で意見を言いません。ね、それがネット社会ですね。でも、日本の方でした。それで私は大いに反省をいたしました。もっともっとですね、イエス様が神様であること、唯一のキリストであること、十字架のイエスの死が日本人の罪も死後の問題も現実の不幸も病気も解決することをもっともっと語らなきゃと思いましたよ。ねえ、そうですよね。伝わってなかったんですから、その方には。その方は私のメッセージを聞いた後に、それをコメントをしたのか、途中でもうぶち切れちゃってやめたのか分かりませんけれども、イエスはキリストなんです。ね、その方に言います。イエスはキリストなんです。聖書をもっと読んでください。メッセージも全部5000本聞いてください。ね、まあ動画5000本超えでね、いい気になっていたんですけれども、そういう場合ではございません。はい。もう、1万本、ね、1万5000本に向かって、命の限り、作り続けます。ね。皆さん、自分の持っているイエス像が、目の前にいる未信者の描くイエスなんです。ね。未信者は聖書を読みません。ね。目に入るもの、私たちから伝わるものが全てなんです。ですから皆さん、気をつけてください。十字架で殺されてしまったイエス様だけ言っていれば、目の前の方もかわいそうにとか、ね、その人、先ほどの人は、まあ、逆に情けないと取ったわけですね。それで終わってしまうんですよ。まあ、優しい、お友達にもいるんですけども、カトリック信者さんの皆さんのようにですね、本当に痩せて貼り付けにされたミイラのようなイエス様をですね、崇めて涙を流しているだけなら、誰が頼りにしようと、ね、そんな痩せた貼り付けになったイエスを頼りにしようと、未信者の方は思うでしょうか。イエス様の死は何のためだったかがとても大事です。3日目によみがえったことも神様の証で重要です。今日、死から復活したイエスご自身が、ご自分のことを言っていることをよく確認いたしましょう。44節です。モーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就する。모세 율법과 예언서와 시편에 나를 두고 기록한 모든 말이 반드시 이루어져야 한다. 아멘. はい、旧約聖書のすべてですよ。モーセ五章、預言書、詩編。すべて来るべき御子イエスのことが書かれています。そして現実にいらっしゃいました。先ほども言いました。御子に口づけせよという詩編。
2編の12節です。クリスマスに誕生された赤ちゃんのことがなぜダビデの詩に書かれているんですか？約束された創世記3章のキリストだからなんです。メシアキリストです。アメン。なぜ死んだ人間が3日目によみがえるんでしょうか？イエスが神様だからです。人間ではありません。イエスが衝撃的に血を流して貼り付けになったからこそ、罪人は自分の罪を自覚します。誰も自分のために命を投げ出してくれる人はいないからです。これを分からせるために人間の姿をとって来られました。この生贄の儀式が、旧約聖書4000年も続いて書き残されているんです。だからしっかり旧約聖書も自分で買って読んでください。そのキリストイエスの名前が自分の罪を自覚させるんです。最も大きな罪は聖書の神様から離れて生きてきたことです。自分が自覚しなければ許しも何も始まりません。イエス様が許してくださってから悔い改めの新しい人生の一歩が始まります。嬉しくて感謝で叫びたくなるんですよ、その時は。そしたら、その人はイエス様の弟子たちと同じです。そうやってエルサレムから始まって、世界中にキリスト教が今もなお進んでいるんです。私たちがその証人だと、イエス様は2000年前に言ってくださり、今日も聖書に書いてあります。このイエスを伝えなくて、どんなイエスを語るんでしょうか。本当に腹が立つばかりなんですけれども、韓国で、すいませんね、韓国の皆さんも本当に恥ずかしくなるでしょう。韓国で、キリスト教でですね、ご丁寧に、まあ名前を言いません。福音まで付けられているからです。その宣教会の2世メシアの牧師、名前言いません。もう言いたくないです。ね、同姓同名の方もたくさんいらっしゃるからです。ね、ジャパンとジーザスがね、頭文字 J なので、略すとですね、本当に、ちゃんとした宣教会と同じ名前が、ここと重なったりします。ですから余計におかしなことになるので、あえてこの場では言いませんけども、ね、ネットニュースで確認してください、皆さん、ね、私たちと全然関係ない、宣教会なんですけれども、命を懸けて日本宣教をしている私たち福音派の伝道を、ま、邪魔する悪魔の仕業以外の何者でもありません、こんなことは。はい、一人の人間の罪なんです。私、義憤と共にですね、性的被害者、女性1000人が、誠のキリストから離れることがないようにですね、本当に切に祈ります。アーメン。ね、統一教会の上にさらにこの1000人が重なってしまいます。私たち、力のない女性牧師をも、日本の、現代の日本に立ててくださっているのは、このような傷ついた女性たちに少しでも安心して神様に立ち返ってもらえるようにとの神様の配慮であるかもしれないんです。人間は全部です。バカで完全な人は誰もいません。でも、イエス様は人間の姿を取られましたけれども、聖書の御言葉であり、聖霊です。三位一体の神なんです。必ず皆様を癒してくださると信じます。
日本女性は世界一長命です。でも、老人病院では多くの高齢の女性が、胃ろうといって直接栄養をお腹に入れるんですね。それから酸素吸入や、また尿管、おむつ、そんなものにつながれて生きています。未信者はね、またアホだのバカだの言っちゃいけないことになってるので、パターンされるといけないんですけれども、誰もが、天国に行くとかですね、考えててですね、死ねば楽になるとか、一般的な日本人は思っていますから、そのような姿で生きるのは嫌だと言います。クリスチャンでもそうです。でも私はそういう寝たきりの人々を見て、最後のチャンスを主は取っておかれて、長引かせて待っておられるように感じているんです。何もわからないようでも、その方の魂は主との話し合いを続けています。ある一人の女性に会いました。彼女は一日中、先生助けて、先生助けて、先生助けてと繰り返し言っています。大きな声です。もっともっと大きな声です。病室の外まで聞こえます。図らずも私は、恐縮にも先生と呼ばれる立場の人間なので、その声を聞いたとき、自分への彼女の魂の叫びだと思いました。その場にいた3時間、ヘルパーもナースも笑ってました。私は笑えません。数年前のことですけれども、韓国で雨の中で、ルヴァン伝道で福音宣布をしていましたら、悪霊に疲れた男性が傘も差さずずぶ濡れでですね、私の前にひざまずいてきて、助けてくれと泣いて言ってきたことがありました。悪霊をナザレイエスの皆で追い出す祈りをしました。生涯忘れられない光景です。聖書の使徒行伝でも、悪霊に疲れた人々が弟子たちにまとわりついてついてきます。悪霊も霊ですから、聖霊が内住している人間がわかります。彼女の先生助けての声が耳から離れません。彼女のためにも悪霊払いの祈りを続けてしています。イエス様が彼女を悪魔から解放することはできないでしょうか？できるんですよ。イエスの皆には力があるからです。イエスだけが人間を罪と呪いと地獄行きから救うことができるんです。だからこそ、イエスはキリストであります。私の中にいる力あるイエス様は、私を祈りの器に使われます。皆様の脳も唇もその手もです。私の師匠の本田浩二先生は、お金持ちの会社の社長様が、東京の一等地、世田谷にですね、家を一軒貸してくださいました。彼が命を懸けて大家族を、支えながら伝道していたからです。お庭が広かったので、先生はそのお庭に祈祷室を作りまして、神様の前に頭を低くして、
床を叩いて、大声で祈っておられました。ですから、全日本、全世界、彼のクルセイドはどこに行っても勝利しました。祈ることによって、祈らなければ起こらなかったことも起きるんです。イエス様は、ここで私たちに約束のものをくださったと言っています。何でしょうか。祈ると答えられること。御言葉と聖霊を握った祈りなんですよ。祈ることは聖徒にしかできないんです。聖なる信徒にしかできません。それをすると、いと高き天の窓が開かれ、大いなる光と油注ぎの神の栄光が現れます。御言葉の水が泉となって、皆さんの中から溢れ、川となって全世界に流れていきます。アーメン。その時まで、都にとどまっていなさいと、この聖書は命令されています。神の都です。共におられるインマヌエルの神様が、私たちとのそばに今も生きて共におられ、花を咲かせ、賛美できるところはどこにあっても天の御国です。賛美歌438番です。そこにとどまり、やるべきこと、礼拝、賛美、祈り、聖書朗読、感謝、この5つをしていれば、天の窓は必ず開かれ、天使は昇り降りして祝福してくださいます。この世の人間関係が嫌で逃げ出したい、その気持ちもわかります。山に逃げて、ね、老後を静かに暮らしたい、ね、山に逃げろと聖書に書いてあるという人もいるかもしれません。でもそれは命に関わる危険が来てからで良いです。日々祈りつつ、ペンテコステを待ち望む皆様になりますように、主イエスの皆によってお祈りいたします。アーアーメン。メン。仰ぎ願くば、我らの主、三位一体の神様の恵みと愛と栄光が、御前に頭を垂れている全世界の生徒の上に、今も後も、とこしえにありますように。アーアーメン。メン。